なんか臭そうな匂い出してる。どうも、エルザです。それでは、ダクソ3やっていきたいと思います。さて、ちょっとね、装備を変えたので、配信の合間にね、それを変えて、先に進んでいこうかなと。まあね、ちょっと軽くなったんで、だいぶいいんじゃないかなと。あぶねえ。そっかな、ちょっと、斧と戦うとき邪魔だから倒そうか。ちょいちょいこいつ倒すの忘れる。1、2、3。なるほど。ボンで1、2、3、4。まあやっぱ倒しきれんか。ボンで終わり。ちょっとクロスボウ使ってみる。大量に騎士出るしね。いや、あれちょっと無視して下行こうか。戦いたくはないからバレないように。こうだね。よし。あー、で、いるわ。ええ。もう一体いるね。で、この辺りは、あー、いた。隠れてたんだね。でもなんかアイテムがあるわけではない。反対側は？反対側もいいなぁ。石何もない。中身ないんだよね。これはあれか。これ、オープニングだね。オープニングで歩いてた人だね。メッセージ読んでみる？炎の導きのあらんことをの時間だ。攻撃評価しようか。炎か。ああ、でもちょうど炎なんだよね。え、なに？炎ってことはなんか属性系が出るの？まあまあ。この扉開けようか。あー、イベントじゃなくて？あー、ボスかー。ボス戦かー。そうだよね。だいぶボス来てなかったもんなー。なんか持ってるし。四つん這い？なんか臭そうな匂い出してる。冷たい谷のボルド。いい。いい。ちょっと待って、なんか属性ついてるし。あー、削れるね。だいぶ削れる。こういうのは、速そうなやつはもう足元足元。足元足元足元、こういうの足元、この何も見えないけど足元何も見えないけど本当足元、こういうの。ちょっと待った。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、画面わかんないけど、わかんないけども、押す押す押す、押し切ろう押し切ろう。よし。もう、あんなんはお尻ペンペンの系やね。いやー、倒せたけど、いいのこれで。
比較的今のところボス戦はうまくいきすぎてるよ。冷たい谷のボルドのソウル。今何本持ってる？あー、3000か。ちょっと戻ろう。あれ？いや、たまたまうまくいってるだけだよね、ボス戦はね。そうだよね。雑魚の騎士の方が辛いんだよな、やってて。あ、拍手ありがとうございます。いや。これはラッキーだったね。多分レベル33で上げれるね。ちなみに、塔の鍵がね。なんか出るの？ボス倒したら。そんなことはない。アジアの方かな？行ってみよう。とりあえず、変化があるかもしれないから話すだけ話しといて。評価、変質も特にないし。あ、エストのかけら使ってたね。あー、強化しとこう。使用回数増えたんだ。あー、なんかもったいないことしてた。何に使うの？さっきの。これだよね。力を帯びた異形のソウルの一つ。何も使い道はないのかな？こんな感じ？グッバイ。なんだ、てっきり何かあるのかなと思ったけど、まあ、何か用に取っといてっていう感じにしよっか。あとは、玉座は関係ないよね、これ。あれ、あんな人いた？この人、いたっけ？あ、しかも登れないんだ。話行こう。ああ、君が火の亡き灰、王の探索者だね。私はクールラントのルドレス。信じられないかもしれないが、かつて火を継いだ薪の王さ。その証拠に未だこの体は炙りに焼かれてる。いろりか、壊れた体だ。使えれば、君にも見えるはずだよ。これは話すだけだけ。まあよう分からん。レベル上げよう。レベルはそうだね、装備したいんで、いろいろとね。とりあえず16なるかな、これで。ね、次はライフスタミナ、あと、信仰をちょっと上げたいのは、信仰と運を。ちょっと、切りよく10にしたいなっていうのと、信仰をね、10にして、回復魔法を使えるようにしたいなっていうのもあるんで。なんかね、そのあたりをやっていこうかな。木箱の整理。あー、こうやって預けれるんだね。内刀は残しときたい。グレートアックス。あ、ルッツエルンが装備できるようになってる。そうだね、相当。これ持っといてって感じにしよっか。重量をさ、増やさないと結構辛いな、この辺りはね。
おお、長い。ほい。ほい。おー。強攻撃は？なぎ払いか。これちょっと使ってみたいね。あ、いいね。いいリーチしてるね。よし、行ってみよう。いやー、でもなんだかんだ、火力が出るのは片手なんだよな、今のところ。でも、かけらがないからねー。ちなみに、どれくらい差があるっけ？ああ、まあ、物理はそれなりにあるか。地名。地名は、ああ、いいか。召喚機を掲げる。なんか来たねえ。なに？ガーゴイルか何か？あ、いやいやいや、なんか。ああ、飛んだけど、飛んでいったね。さあ、どこに連れて行くんだろう。あ、意外と近かった。牛貝。なんか、うじゃうじゃ出てきそう。まあ、ちょっと、灯しておいて。これ、転送見てみようか。あー、これで増えるんだね。はいはい。なるほどね。はい、みせんさん、こんれと、いらっしゃい。さあさあ。はい、行きますか。今朝はこっちも見ておこう。そう。あー、どんな雑魚敵が出てくるかな。なんかいるね。お？わー、襲われてる。めちゃくちゃワンちゃんに襲われてる。火力ねえなー。ちょっとワンちゃんの量は嫌だなー。はい。あー、振り。あー、99か。ちょ、待って待って待って。バカたれ。よし。ここ扉。あっち側なんかありそうだね。わあ、なんかいっぱいいる。あ。いやらしいねー。お。えい。あー、なるほど。同時に。黙らっしゃい、もう。もう。はい。はい。まったくー。火星の頭骨、なんだそれ。
やめる。やめる。もうこれでいく。あーで、弓外しちゃった。なんかいっぱいいるね。そこな、これ、敵じゃないよね、さすがにね。あ、コッペン。どうか私にしよう。私の枷を外したまえ。生きてるね。ああ、話せれる。なんだろう。話してみる？さあ、面をあげよう。おお、あなたは、灰の英雄様ですな。お目にかかれて光栄です。いや、どっち向いてんの？こっち。私はロンドールのヨエル、見ての通り巡礼者ですが、どうやら一人死に損なってしまってな。しかし、これも運命かもしれません。はい、の方は私を従者として、あ、こんなことできるの？従者とする気ありませんか？私は元は魔術師。きっとあなたをお助けできます。いう顔してるよね。まあ、じゃあせっかくだし、従者にしようか。この死に損ないに最後の役目をお与えくださって。またシロンドールのヨエルはあなたの従者となりましょう。あ、じゃあこれ戻ったらいるのかな。まあでもそういうことだよね。戻る機会があったらその時に話しかけてみようか。探してね。めっちゃ待ってるじゃん。あー、通らない。通らないかー。ゴースト・オブ・ツシマみたいにはならない。あー、できないか。隙間打ちは矢の醍醐味なんだけどな。あ、逃げた。いやあ、ギリ、うまいこと。ああ、でも、そんなに強くなさそうだね。冷静さ万歳。冷静さ万歳。ちょっと待った。何やねん。なんか嫌なマップだねー。これねー。こいつ全然。詰めてこないんだよなぁ。終わった。切ない声がな。お、いいのあるじゃん。じゃあちょっと戻ってみようか。せっかく休憩して復活しただろうけど。いやー、でもあのガーゴイルはほんと運んだだけだったね。運びますの感じで終わったね。どこいるんだろうね。とりあえずアイテム系とかこっち側行ってみようか。あ、いた。おお、はいの方、お戻りになりましたか。神速内の巡礼者があのような神秘の火を見るなど、あなたの従者としていただけなければ叶うはずもありませんでした。ありがとうございます。改めて私はあなたに使いましょう。ん？本当の力を引き出す。何これ？何？ドラゴンボール的なやつ？ダークリングを刻むモネよ。あなたの本当の力を。レベル上げてくれるの？しかも1上げてくれるんだ。うわぁ、どうしよう。運上げよう。
いやね、役に立たないって分かってるけどね。ああ、そう、魔力の体験。魔力強化。あ、これいいね。でも、ああ、魔術だから進行ではないのか。Be safe. はい、行ってきまーす。じゃあ戻ろう。はい、ご苦労さん。結構、なんか大きいの持ってたけど、なんもないんだね。ああ、落ちて終わり。ああ、なんか、四股のやつがいるぞ。ああ、まだ、こんな、言うほど火力があるわけではないか。もう、全然武器やっていけるね。そこさ、今。パッと見てみたけど、なんかいない？あそこ。巨大な弓持ってるけど、なんだあいつ。あれ、ボスかな？ボスなの？あれ。嫌だな。弓見たらなんか吊るされてた。なんでちょいちょい動いてんだ、こいつら。あー、切れるのか。スモールレザーシールド。これはちょっと後で見たい。思ったけど見よう。軽量系だね。もうカット率低いからなぁ。ちょっと待った。あそこ？あれ違うか。敵かと思ったよ。あそこなんかいるね。ほら。気づいてないとね、思ってんのかお前は。いやー、ちょっと待った。ってことは、なんかあれだな。ちょっと、なんかここら辺からいやらしい配置になってくるのかな。上から降ってくるとかさ、アイテム取ろうとしたら、みたいな。二王で散々嫌な目あったからね。ないね。あれ、でも、降りるしかなさそう。あー、そういうことね。はいはいはい。こういうことね。ああ、今のを漁ってたら、してたんだろうね。ああ、もう、ああ、こうなるとさ、進みが遅くなるのよ。もう、心配で心配でたまんなくなるから。もう、二王の時のあの感じはね。めっちゃ待ってて、今。はい、月。よーし。いいの？取っていいの？修理の、興奮？光粉でいいのかな？んで、これさ、どっか降りれるんじゃない？さすがに。あ、やっぱそうだよね。ははいたわいいね、順調。あそこら辺なんかいなかったっけ？そっちか。あーでもあれだなー、ちょっとダメージっていうかガードしてちょっとチェックしてた方が良かったかもしれないなー今のは。弾きでどうにかなるのかどうかはさ、やっぱ調べないと分かんないからね。松屋に
海松ヤニの用法、薬法。松ヤニ、松ヤニってなんだろう。ちょっと見ていい？一時的に素早く右手の武器に炎を強化する。炎ついてん。だ、炎ついてなかったら重宝するね。ないよね。よしよし。めちゃくちゃいいんじゃん。しかもなんかいるよ、あそこ。うわ、でっけえ。なんか聖職者みたいな。物騒なの持ってるわー。走ってき、走ってき、走ってきた、走ってきた。ちょい、ちょい、ちょい、ああ、もう。もう、ちょい。俺、素手でやってる場合じゃないの。ダメージ高かったね。なんか出した？はい、はい。こいつはちょっと厄介だね。他は？なんか、ザビエル的な格好してたね、あいつはね。そこ嫌だよね、ここまっすぐ。よし。あれ？全然こっち見てない。軽いから、さっきのなんか准教授さんと、聖職者っぽい人がなんかちょっとめんどくさい感じかな。よし。残り火。危ねえ。開始は、当てれたね。よかったよかった。よっけー。大丈夫かな？これね、多分爆発するんだよね。この包んであるやつね。失敗したから覚えてる。エストのかけら、ありがてえ。あれ、落としたやつっぽいな。さっきのね。違うか？まあ、わかんねえ。井戸魔人は出てこなさそう。なんか颯爽と来たな。これどっちから行くんだ？そしたら、ちょっとここ一体敵いないんで、一旦。神だった。一旦ここで止めようか。で、次回この続きからやっていこう。もうちょい壁際で待っとこう。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。第7話終了というところかな。まあまあ、また続きはこの続き。続きはこの続き。まあそうだ、続きだね。で、動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は、もう一本やりますので、そこまでお付き合いいただけるとありがたいです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回、お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。